はい、こんにちは、小石邦幸です。今日配信するのは俺の競馬シリーズということで、年末に、有馬記念、をやって、まあ、少なからず、買ったんですけども、単勝で、それに続く第2弾ということで、今日先ほどレース終わったところなんですけども、高松宮記念、が終わりました。それの結果をお伝えしたいと思います。と言いながら、私は競馬はもうほぼ全くの初心者なんですけども、今日高松宮記念あるっていうのも知ったのも、レース、直前20分前、ふとやってみようと思いまして、馬を買ってみました。はい。で、まあ、一番人気のタワーオブロンドンとか、 あとは、まあ、ダノンスマッシュ、まあ、ダノンスマッシュっていうのが、まあ、本命で、パドック見た限りではすごい力強かったです。あと、ステルビオっていう馬が、結構これ、まあ、9倍か10倍ぐらいで、結構いい感じで、で一番外から、外やったかな、内やったかな、から走るっていうことで、なんか来そうな気がして、まあ、この3頭を、まあ、単勝で買いました。タワーオブロンドンで僕の本命はダノンスマッシュで、まあ、ステルビオっていう馬も、まあ、単勝で買ってみました。で、結果と言いますと、大接戦になりました。1着に、まあ、ほぼ4頭が同時に並ぶということで、かなり接戦の高松宮記念となりました。で、調べるとこの高松宮記念ってすごい荒れて、まあ、取るのも難しいっていう、レースということを知りました。で、大接戦の上勝ったのがモズスーパーフレアという馬です。単勝で 31.9 倍。これテレビパドックで見たとき、モズスーパーフレアってちょっと重たそうな感じがしたんですけど、競馬ってやっぱりわからないもんですね。ちなみに、今日は雨上がりで、まあ、ババもウェットやったようです。で、結果買ったのがこのモズスーパーフレア。競馬ってやっぱ、全然わかんないですね。はい。まあ、私は、そんな初心者なんで、あんまり高額にはかけてないんですけども、また機会があれば、この G1、いろいろチャレンジしてみたいと思います。ということで、まあ、初心者がやってみる競馬シリーズ、俺の高松宮記念ということで今日はお届けしました。ではまた明日。